マリオン軍はアメリカ合衆国インディアナ州に位置する軍である。2007年現在、人口は87万6804人である。この軍の軍長所在地はインディアナポリス市である。州内では最大の人口規模で、全米では55番目の規模である。なお、州北東部に位置するマリオン市とは直接の関係はない。マリオン軍は1822年に設立された。 ここはアメリカ独立戦争のサウスカロライナ州出身の陸軍巡将フランシス・マリオンの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によるとこの軍は総面積1044平方キロメートルである。このうち1026平方キロメートルが陸地で18平方キロメートルが水地域である。総面積の1.68%が水地域となっている。 2000年国勢調査に基づくマリオン郡の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査でこの郡は86万454人、35万2164世帯及び21万3411家族が暮らしている。人口密度は838平方キロメートルである。377 平方キロメートルの平均的な密度に387,183件の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人70.49%、アフリカン・アメリカン24.17%、先住民0.25%、アジア1.43%、太平洋諸島計0.04%、その他の人種1.98%、及び 根結1.64%である。ここの人口の3.87%はヒスパニック、またはラテン系である。この軍内の住民は25.80%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.00%、25歳以上44歳以下が32.90%、45歳。 以上64歳以下が20.20% 20及び65歳以上が11.10%にわたっている。中央値年齢は34歳である。女性100人ごとに対して男性は93.60人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.00人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は4421ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は49387ベ米ドルである。男性は36503ベ米ドルに対して、女性は27846ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は21789ベ米ドルである。人口の11.40%及び、 家族の8.70%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の15.30%よび65歳以上の8.00%は貧困線以下の生活を送っている。空から見たインディアナポリスのダウンタウン。ありがとうございます。